フランスのルメール経済財務省は、ルノーと日産の関係強化のためであれば、ルノーへの出資比率の引き下げは可能であるとの考えを示しました。来日中のルメール経済財務省は昨日、フランスメディアの取材に対し、政府の出資比率を減らすことはできる、両者の強い関係のためならば問題ではないと話したということです。フランス政府はルノー株の 15% を保有する筆頭株主で、政府からの過剰な関与に対する日産側の警戒感を和らげる狙いがあるとみられます。さらにルメール経済財務省は、ルノーが日産に提案した経営統合について時期ではないと、政府の意向ではないことを示唆しました。ルノーとフィアットクライスラーの統合案が撤回されたことを念頭に、正しい順番に戻すべきだと、日産との関係強化が優先との姿勢を強調しました。